まれるから嫌だよな、うん、うわ、真っ赤じゃん。おしっこで出てる？おしっこ出てます。あ、出て、なんか昨日か今日とか出てるみたい。出てるみたいです。ペニスが出ちゃってる。なんでかじってるね、これ。あ、そうなんですか。見てください、ここ赤いでしょ。これテニスがさ、出ちゃう、もしかしておしっこが出づらそうとかそういう感じではないわ。なんかあの敷物とかが結構濡れてるので、濡れてたのでおしっこの量が多いななんて思うくらいだったんですか。あ、そうですか、多いなと思うくらいですか。でもペロペロ舐めてたから、これじゃあいつからペロペロ舐めてんの。それも昨日なんですよ。昨日ぐらいからね。これがこんな風にさ赤く立たれて腫れてるからさ痛いのがあるんじゃない、ちょっと入りきらないな、これ出っ放しになるとさ乾燥しちゃうんですよ。そう乾燥しちゃうとですね、壊死しちゃう、血流がいかなくなって、そうか、とりあえず入った？ちょっと待って。興奮すると出るね。出るよね、興奮したら。ちょっと待って、ね、ちょっとこっち向きにして、ちょっと抗戦症しちゃって。ごめんね。すみません、ちょっと待ってくださいね。小太郎ちゃん。小太郎ちゃんね。先に洗いたいな。押し込んでもまた出ちゃうんだったら、ちょっとさ、局所麻酔だけでさ、ここ塗った方がいい。あ、そうなんですね。そうそう、とにかく出っ放しになっちゃうのが一番よろしくない。だからちょっと、お預かりしてもいいです？今からで。あ、はい。で、あと、縦が悪いからさ、ちょっと点滴とか栄養補助、栄養食をね、ちょっとやってあげないと。体力がどんどん落ちてっちゃうと、落ちてっちゃうんですよ。しかしこれはちょっと腫瘍とはまた違うことですね。そうなんですね。これが出ちゃってからその様子が悪くなっちゃってるかもしれないですね。1日で急になる。1日でなっちゃうね。でこれはちょっと 50% のブドウ糖の液でね、比重が重たいから、腫れてるペニスから水分を取って腫れを引かせる。さあ、そんでこれやろう。しかこれもそう、血流を良くして炎症を鎮める針を鎮めます。ごめんね、お利口さん。お利口さんだね、あなた。普通のレビューさんはこんなことできないと思います。なかなか向かって持つとさ、くるくる興奮しちゃうから、ね、まあ、この子でもちょっと息が荒くなってるけど、からちょっともう一回レントゲン撮りますね。あ、はい、ね、とりあえずちょっとこれだけやったらさ、酸素の減りが消えて、だいぶ息が早くなってるから。で、このノートもちょっと借りといていいですか。はい。で、薬は、今日は B のみだけど、B は夕方ですよね。はい。そうね、これからちょっとあの、うんちもだけど、おしっこがちゃんと出てるかどうかも注目してもらった方がいいね。あ、なんとか入った。気持ちいいでしょ、これ。気持ちいいでしょ、これ。全然わかんない。すいません。楽に押してもらって。待てよ。逃げないよ。
してるんですか。してない、してないですよね。酸素抜いて、それで全部いいわ。止めて撮影。